前回までの逆鬼ごっこ。鬼と逃げの人数を逆転させ行う逆鬼ごっこ。参加者たちは賞金500万円をかけ24時間戦う。最初のステージはカンジャンシジャン。新ルールミッションの登場により逃走者が次々と入れ替わる波乱の展開に。入り乱れた第一ステージを制したのは前回優勝者のユータ。まだ始まったばかりのこのゲーム、第二ステージではどんなドラマが生まれるのか。はい、ということで見事第一ステージを逃げ切ったユータさんです。はい、けど俺思ったことがあって、間マジで頑張らなくていいなと思った。もう最初とケツだけ、もう間頑張る必要がね全くないことに気づいたね。なるほど。まあ最初頑張ってその逃げの時間がこう長くなって、その頑張る時間長くなるのはいいんだけど、その捕まってしまったら一回休んでいいと思う。これ俺の作戦。なるほどね。鬼の時はある程度こうみんなに任せつつ、いいとこだけこう取っていくっていうのがこの鬼ごっこの生き方ね。でこれで第2ステージ最初から逃げれることによって、3ステージ連続で鬼継続みたいなのの脱落制度が俺適用されなくなるんで。あ、そうか。そう、逃げとくことが一番ベストなんです。おっと、あ、来ました。第2ステージの場所は本出です。本ではソウルの新しい文化と若者が集う街。メインストリートには路面店や洋服屋が立ち並び、ストリートパフォーマンスなども行われ、若者に大人気の街となっている。人混みをうまくかき分け逃走できるかがこのステージの鍵となる。ここ日本人めっちゃ多いとこじゃなかったっけな。日本人留学生が結構こうワッキワッキ歩いてるとこだった気がします。で逃走時間は2時間。まあ第一ステージと一緒ですね。あ、まあさっきの反省としては、始まってすぐ久しぶりすぎてちょっとあたふたしちゃったんで、なんかすぐに隠れる場所を見つける、これが大事かなと思ってます。ステイしてみんなに位置情報を使わせて、まあ捕まるときは捕まって、捕まらないならもうそのまま逃げ切っちゃうんで、なんか自信に満ち溢れてきました今。それではね、第2ステージ本でここで勝負を決めるつもりでね、隠れ切っていきたいと思います。はい、ということで次のステージ移動していきます。サンバ、何で移動してんだ。マセティのオープンカー。韓国だから車線もいつもと逆側で、ハンドルも逆で、大変な中、じゃんけんで負けたスッカが運転してるということなんですけれども、今回も鬼チームにはオープンカーがあるんですね。いや、まあ前回もありましたからね、日本でも。わざわざ国際免許取りましたからね。うん、国際免許取りってんだよね、俺らね。やっぱかっこいいわ、オープンカー。移動してるとは言っても、まだどこに向かってるかは通達されてないんで、はいはい、一応先導車についてってるだけなんですよ。うん、はいはい。どうでした、カンジャンシジャンやってみて。いやけど全員入れ替わったよね。あ、まあそうだ。で最後にまたユータにバトンタッチみたいな、うん、なんかそのふざけてやってたみたいな。確かに、ね、結果ユータ帰ったやん。その意味なかったやん。いやでも、まあ、ヒューガが最後あの逃げで終わる確率はほんと 80% ぐらいだった。いやそうよ、だって俺多分秒単位で逃げてたんだもん。そうだよね、もう本当に。まさかユーマが位置情報券使うとはっていう。え、なマジ意味わかんなかったんだけど、ユーマだけが来ると思ったの。もうユーマも別に教える価値ないやん。俺がさ残り少しで500万取っちゃうんだったら分かるよ、そのみんなで協力する。で全く別に怖くもないわけやん、俺が次のステージの1人目になったところで。どうぞお逃げくださいって感じやん、普通に考えて。だから使う価値がないやん俺に。動画でよくさ下車系のやつとか早めに降りてさ、こういうキャラも必要なんですよみたいなこと言うじゃないですか、うん、それと同じで位置情報を使うやつが1ステージ目に1人は必要かなと思いますよ。ああもうさ、お前500万舐めてるみたいになってる。本当にガチでやってくださいよ、ラスさ。でもまあ、恩を売るっていうのはあって。俺ら恩感じてないよ、別に。なんでよ。こいつアホやなってずっと言って。いや、だってすごい、本当恩を感じれるタイミングでもないよ、別にその、俺を捕まえても。いや、まあなんか、ヒューガは、次のステージにヒューガから始まったら、ヒューガは3回連続、逃走者にならなかったら脱落っていうのを免れるっていう考えなのかなっていう。いや、そう、俺はそうやって考えてたけど、別に俺脱落しない方がみんな的にもいいやん。いや脱落させたくねってなったんだ。バカか、帰ってこないぞ。4人でやることになったぞお前ら。
帰ってこいよ、それは。俺、ユータと二人の時話したんだよ。この企画に100万は払えんって。年始の一番大事な企画だぞ。いや、やだやだっていう。ありえない、ありえないって、100万は。だから、うまいこと1チームになろうとしたのよ、最初の。じゃあ、わけわかんない位置情報飛んできて。なんだこいつと思って。キモすぎやろと思って。だから、ユーマがそれしたいと思ったの。あーユーマが使ったから、ユーマが俺の考えの次の一番になっときたいんだなって思ったのに、なるほどなるほど、のにユータとヤマトが来たから混乱しちゃって、俺キモくて状況が。いや、ユータユーマにブチ切れてたけど、お前どんな指示してんだよ、お前クソだろみたいな。位置情報が韓国だからよく分かんないのよ。まあね、指示を的確にできなくて、関連指示やんだからさ、そのぐちゃぐちゃしてる、どの道か分かんないよね。そうそうそう、ね、ブロックでね。あ、ちょっと僕今見れないんですけど、通知来てますわ。あ、マジですか。じゃあ通知見ますね。第2ステージ発表します。はい、第2ステージはホンデです。おお、逃走時間は2時間ですと。おお、来てます。まあ、患者診断と同じ時間ですね。そうだね、2時間って結構あるよ。前回俺は3時間3時間やってるから、昼間。いや、まあ日本だからさ、土地勘もあるしさ、お店に対してのさ、アプローチとかもさ、何のストレスもないわけ。確かに。しかも車にいたりしたやん、鬼。そうね、今回も車いるけど、韓国の道にいるからさ、そのどっち来てとかやるときにさ、原宿とか吉祥寺の立ち回りだったらガンガン動けるやん。確かに。車でもどうやって行けばいいのみたいになるから。でも本ではさ、うん、俺言っても企画で行ったことあるから。いや、そうだね。だから歩く方の土地勘には長けてるかもしれんけど、車はマジで活躍できない。車はやばいよね。本でまで向かう車の運転を俺受け負った責任はあるんだけど。どういうこと。ずっと寝てんじゃないの。え、お前それやばいって。違う、今日一日夜まで寝る。やばいやばいやばい。その俺脱落やん。で、タッチすればいいで運転しながら。もう無理だって。じゃあ今回の本でじゃあヤマト一応使おう。やばいよ、お前。それは絶対お前やばいって。いや、それは絶対もう、だって、まあ、今日一日の運転のはずだったんだ。最高すぎるわ、言ってることが。ちょっと待って、どう思う。役割がありますよね。役割が。僕が1回目でその位置情報源使うみたいなことですよね。うん、使いません、僕は。決めました、もう今。何が。僕はもう単独で今日はやります。やばっ。うわ、もう本当に協調性ないやん、お前。普通にあの位置情報使ったとしても君らには教えません。やばいわ、終わってるわ。ほら、ユーマ全然おごれないでしょ。俺にも。お前にも。せめて教えてよ。いや、お前にも教えねえ。なんでよ。最初に言ったやん、個人戦って。最初はさ、捕まえないと500万持ってくれる。いや、俺は一人で捕まえられるユータだな。本当やってるわ。何が革命家だよ。本当だよ。お前、革命家は集団になってやるもんだろ。民衆取りまとめてこそのお前革命家やろ。いや、だったら革命家を車から降ろす選択を取るべきだね。いや、だから一応使えばいい、降りれる。そんな感じ。ずるいずるいずるい。じゃあ高速シートで決めようよ、最初の運転手。いや、いいよ、そういうの。ノリ悪っ。権力強っ。ノリ悪くて権力強いの軽い。悪いって。ふざけんな。何、高速シートリー。いや、なんでもいいっすよ、別に。じゃあヤマト運転だから、ヤマト1機ね、俺ら3機。お前権力強い。ハンドル握ってんの強くなれる。そうそう、しかもヤマトは、ヤマトがやりたいんでしょ。お願いします。あー、いいよの立場でやってんのに同じ気はおかしいから。いや、じゃあ分かった、俺からも平等になるために1個だけお前らに情報やるよ。おっ、じゃあその情報聞くわ、まず。いや、ダメ、お前みたいな権力者には裏切られるから。何がだよ、何がだよ。じゃあ普通に、何で。いや、平等な条件で高速シートリーやって運転手を決め直すっていうのを約束してくれるんだったら話す。このゲームに関する重要な重要な情報です。いや、大した情報じゃないよ、もう。はいはいはい、やらないやらない。はいはい、わかりました。ノリも悪いし。権力も強いし、ここで聞かないなんてノリの悪さ異次元だろ。そうか、視聴者のみんなも気になるか。いや、気になるでしょ、ね。じゃあちょっとこの、これを聞く権利あっちゃん使って。なんで。なんだよ、仲間。これ仲間じゃないよ。なんでもありやん。じゃあこれは3人の力として聞くか、はい、聞いて、うん、平等に分けて。じゃあ何、僕ミッション挑戦してクリアしたじゃないですか、うん、はい、成功報酬がありましたよね。おお、あの成功報酬、うん、皆さんに教えます。うわ、何ですか、何ですか。え、ちゃんとこれであれ、いやいや、すぐ申し訳ない。僕が得たミッションの報酬は、はい、位置情報権です。ああ、なるほどね。
俺らが一応拳使った時相手の一応拳を同じタイミングで使えるから見えるんだ。そうそうそう、だから逃げれるよ、来てる来てるっていうの見れる。先にこう逃げて、そう、なるほど。だから俺は全然余裕だったの、あの時一応拳使われても。だから早く使ってほしかった。逆潰せるからね。そうで、結構そのまま取られちゃったら一応拳もう全部破棄になっちゃうから、ミッションが。イエスイエスイエス。だから俺はもう没収されちゃったから、うん、意味ないんだけど、その跳ね返しみたいなのができた。じゃあ逃げがそういう権利を持ってる可能性があるから、使う時にも慎重になれっていう情報を俺らにも得れたと。そういうことです。ありがとう、ありがとう、ありがとう。だから逃げがミッションをクリアしたらピンチだと思った方がいい。あーなるほどね。それを一応使ったのに捕まえられなくて、そのワンステージ全部逃げ切られちゃったりするリスクが、リスクがあるってことだよね。いや有力な情報ありがとう。サンキュー、サンキューです。じゃあヤマト1機で俺ら2機でやりますか。いや、やんなくていいよ。お前残酷な提案も無視やばい。ユーマの時点で残酷な。じゃあもう一発勝負にする。一発勝負にしましょう。運転しながらだけどできる。できます。じゃあ俺ヤマトね。はい、いくよ。高速しりとりゲーム、イエーイ。解けたわ。ワンガン戦、あーイエーイ。これはやばい。湾岸でも湾岸線でもアウトですやん。逃げた先も、うん、向こう着いたら俺とあっちゃんというまあ捜索できると、はい、そう、はい、歩いて。じゃあ向かっていきますか。本向かっていきましょう。じゃあ行きます、本で。はい、ということで本でですね、もうザ本で、はい、竹下通りの横を走ってると言わんばかりの、はい、ここだったらヤマトマジでさ報告できね。車で走ってんの。いや報告はできるね。しろよお前。何のための車って感じだからね。お前車で報告しなかったらただお前走ってるだけだから。確かに確かに。それはちょっと俺もう協力するわ。まずそうだよね、ユータのこの一人逃げ切りを阻止しないといけないっていうところは全員の共通認識として持とう。そうそうそう、これは確定だよ。さて、はい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 、じゃあもうあなた方も降りますか。ここでじゃあ降りますわ。はい、ということで第2ステージ本殿に降り立ちました。本殿です、ここ本殿です。人気調査したとこね、はい、韓国で。ということで、もう早速、はい、第2ステージスタートです。へぇ、2時間始まりました。うわ、第2ステージスタートした。いけいけいけ、おい、2時間だ、2時間。オッケー、始まりました。まあ、カンジャンシジャンの時は探り探り始めてミッションやる前に終わっちゃったんですけど、まあ、今回もその初っ端からミッションやることはなく、とりあえず隠れる場所をね探していきたいと思います。ちょっとどの辺がエリアかもまだ掴めてないんで、一回見て回りたいと思いますよ。よし、じゃあこれで会話しながら行きましょう。うん、教えろよお前これ。オッケー、教えろよお前これ。戦闘に乗る。さらば、あ、おいおい、全員でそっち行くな。誰かこっち行け。じゃあ誰か一緒に行こう。俺一人。いや俺行きたい、俺行きたい、俺行きたい。俺一人で行こう。じゃあね、ユーマ。じゃあね、ユーマ。バイバイ。はい、ということで浦田ユーマ、こちらの方を探していこうと思いますけれども、まずはですね、とてもとても匂いがすごいということで、一旦おしっこ、おしっこです。済ませとけお前そんなもん。 Excuse me, where is the restroom? Do you knowLeft corner. Left corner. Turn right. Turn right. Walk 2 minutes. Left hand side, you can see tall building. That is library. Oh. Library first floor. Library. Oh, first floor. Oh, thank you. Thank you so much. Oh my god. Oh my god. ちょっとお腹すいたね、あっちゃん。お腹すいたね。うん。いや捕まえたいんだけどね。いやその捕まえるためにはエネルギーが必要だから。おい、お腹空いてる場合か。じゃあアムギリまでそのキャラやり始めたら終わりだってお前。じゃあエネルギー補給はヤマト、その簡単にす、5分10分で終わらすか。そんなに関係ない。てかさ、びっくりしたんだけどさ、第一ステージ終わってさ、 GoPro の素材をちょっと確認したのね、ちゃんと撮れてるかっていう動作確認。そしたら俺以外の4人全員飯食ってたわ。このひたむきな姿勢は果たして報われるのか。いや本ではね、本当は明るい街だから音楽がガンガンなのよ。民事ですよ、民事。結構悠長ですね。いやこれ開けすぎやろ、こんなとこで見つかったのも。けどここを飛び越えるやつはいないと思うんだよな、鬼にヤマト以外。こうやってってれば
捕まんない気がするな。なるほどね。じゃあこっち行ってみようか。あ、ここ車通れるんだ。ここ車来られたら結構きついな。こっちはありってことだよね。この辺とかでもいいんだよな、隠れる場所。どこでもいいんだよな。あ、こことかすげえいいと思うわ。あー、なんだ、ライフステージ前か。いや、別に関係ないけどね。ライフステージの前にはちょっと妨害になっちゃったな。じゃあ一回日向で温まんね。うん。あ、ここめっちゃいいやん。ここでさ、見れるやん。いや、ここで貼っとくのは絶対来るやん。ちょっとじゃあ俺ここずっといようかな一旦。おい、日向だからってずっといようとすんだ。日向だからじゃなくて普通に見晴らしいから。おい、ヒューがズルしようとすんな。お前働けちゃんと。お、射撃場。あ、ちょっと、お暇だしやっちゃおうかな。ちょっとやっちゃおうか。じゃああっちゃん別れる。別れましょうか。じゃあ俺ここ見とくわ。あ、ひなたぼっかすんな。お前パンチングマシーンの前でズルすんな。じゃあちょっとあっちゃん後ほど。じゃあな、じゃあな。この感じ俺が退かないといけないよ。いや、そりゃそうやろ。お前、お前それは当たり前や。せっけー、せっこすぎる。痛い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 。いた、お前捕まえろ絶対。いたどこだ。見せ鬼たちは偶然にも射撃場にいる逃走者を発見。ちょっと待って、やったー。うーわ、うぜやむぎり。捕まえた？捕まえた？おい、教えろよ。なんで教えないんだよ。おい、どっちが捕まえたんだよ。お、グループ解説した。やむぎりか。いや、あの俺とヒューガはあそのパンチングマシンの十字路にいたのよ。で、ヒューガとあの2人でいるのは良くないから分かるよって言った瞬間にユーザーが見えて2人で追いました。あ、え、そっちから見えたってこと？そうそうそう。で、バーって走ってきます。いいとこなさすぎるて。去年の俺の称えられ方えぐかったよ。そうですね、鬼ごっこの。もう全くかませてない。なんだよ、もうつまんな今日。はい、行こうで行こうでいい。また行きましょう。また10分もかかる。じゃ宝だけ渡しますけど。ありがとうございます。はい、じゃあ再び僕の元に帰ってきました。いらねえこんな。最悪。くそ。よし、じゃあ買っていこうか。変わるか。いや、私としたことがね、昨日の夜ね、枕を2個積み上げたまま寝てしまいましてね、首をとても寝違えていると。なのでですね、今日は、あんまりうまく走れない気がするのですが、とりあえず走る練習でもしてみますか。よし、いきますよ。こんな感じで走っていきたいと思います。はい、で、いやー、そうか。え、見つけたの？見つけて俺とあっちゃん多分同タイミングぐらいで見つけて、で、あっちゃんが先に走ってって、で、ゆうた曲がったように見えたから、うん、あっちゃんを追っかけて俺手前の道でこう回って回り込もうとしたの、うん、そしたら違う店みたいな感じであっちゃんが指差してて、え、どういうことって言ったら店の中でなんかもうゆうた動けなくなって、で、普通にあっちゃんにタッチされて、今回ユータが躍動できないもんね。めっちゃ怪我あったよ。マジで。ええみたいな、ずっと一人で現実受け止められないですみたいな顔しながら。いや、毎回最速でタッチされてんの受けるの、うん、あ、ユータがアムギリオに確保されました。これよりアムギリオ逃げとなります。改めて多分着替え終わったんですね。もう逃げてるってことでしょ。いや、じゃないですかね。早い、ガンガンいかないけど、もうこれでね、今回大丈夫なことは決まったんで。そうだね。いや、結構捕まりますね、韓国。日本よりもハードっすね。いや、多分ね、探り探り歩いてね、逃げも確信持って逃げないもん、ね。うん、そうそうそう、こっちだっていうのをすぐ行けるやん。吉祥寺とか原宿とかさ、俺ら慣れた街になったら、それができてないっていうのは意外に大きいのかもね。めっちゃでかいっしょ。で、追う側はさ、もう追うだけやん、見つけた人間を。なんか別の迷いがないから、あと緊張感が違うな、普通に。
はい、ということで2ステージ連続10分も経たずに捕まってしまったゆうたです。切り替えましょう。もうこんなんね、ぐたぐた言っても仕方ないです。コメント欄もそうですよ。いや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 言っても仕方ないですからね。頑張ってゆうたくん捕まえましょうっていうテンションに切り替えてくださいね。僕も頑張るんで。でね、一旦その10分間立ち返し禁止なんで、その辺をね、ほっつき歩きたいと思います。何もできないんで、ちょっとステージ見学でもしてます。10分間は。で、10分経ったらまた本気で追っていきたいと思います。はい、ということでね、ゆうたくんを捕まえて僕が逃走者になりました。よし、任せてください。ここね、今人来る気配ないんで、ここでミッションやりたいと思います。お挑戦者なんで、こういうの好きなんです。はい、じゃあいきます。はい、本でのミッションです。難易度1から3があるので選んでください。難易度1で。はい、じゃあいきます。本で難易度1のミッション、パンチングマシンで8000点を出せ。8000点。8000点以上ですね。8000点。あそこだよな、分かってるよ。でもあそこね、ヒューガがいるよ。やばいよ、ちょっと待って。あそこやばい。あそこにね、唯一ね、日向があったのよ。で、あそこで寒いから俺ここで見守るわって言ってたのよ。動いてなかったらあそこにいるんだよ。やばい、これ強制的に失敗が確保になる。やばい。チャレンジは1回のみです。1回だけ。制限時間とかありますか？制限時間ないです。チャレンジは1回のみです。あ、じゃあこの逃走中にできるってことね。どう？よし、まあ、制限時間ないだけ。じゃあ1回の挑戦が500問らしいんで、これでね、近くで両替して一発勝負いきたいと思います。まあ、とりあえず様子見であっち見てみます。果たしてミッションクリアなるか。だから降りるから止めて。え、で、でね、なんで聞かねえんだよ。もうほんと覚えとけよ。じゃあねよ。お前ほんと、また頼む、運転。ほんとに覚えとけよ。お前調子こきすぎてるからな。あー、もうどうすりゃいいんだよ俺これ。ということで、ゆうまおい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 、今俺ヤマトが逃げてきたん。ずっと乗ってたらなんか運転変わる乗りみたいにされそうだったから、一回赤信号で逃げてきたの。ちゃんと、あ、一緒に乗ったんだ。そう、おだからその一旦こう合流する必要があった。どこで合流できるか俺も分かんない。見計らって降りたから。はいはいはい。あれ乗ってても意味ないもんね。あれマジ意味ない。段取りたいなら別になんか店入ればいいし、正直。あれ車置いてきた方がいいよ、もう。あれ車止めた方がいい、ほんと。あいつ頭悪いんだ。お前らどんな分際で喋ってんの。引っ叩いてやろうか、マジで。俺めちゃくちゃ本で詳しくなってるし、運転してるから。お、ゆうただ、ゆうただ、ゆうただ。ゆうただ。お、ゆうただ。ゆうただ。逃げてんのおかしいよ、ゆうた。逃げてんの絶対おかしい、ゆうた。じゃあ、ゆうた鬼なのに一気狼鬼みたいにしてんじゃん。うわ、ちょっとそれは恥ずかしいですね。ゆうた、一回話し合おう。丸いな、体型が。おい、マジ、アムギリは結構捕まえるのめんどくさいから。いや、アムギリ絶対この辺にいる。結構端にいそうだけどな。ああ、まあ確かに。いや、あっちゃんのことだからミッション挑戦するっしょ、とりあえず。あいつミッション中だから。いや、挑戦したがりなんだよ。確かに。あんちゃんそういうやつだからね。いや、どうせパンチングマシンに小銭入れてる時に捕まったりするんだよ、あいつ。なんと鬼たちの予想は的中していた。あ、怖いな。来んなよ、マジでやめろよ。いやいや、やめろ。でもこれ今行くのが一番いいんだよ。ユーマ今トイレ行ってて、でヒューガはそんな追われても早くない。でヤマトは車運転してるから追えない。ユータは10分立ち返しできないから俺を捕まえない。行っちゃえばヒューガとの1対1みたいなもんなんで、今が絶好のチャンス。行きます。ああ、日向にユータがいるんだけど、あそこにヒューガがいたらいけない。やばい。一回合流しよう。ダメギリ、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 ダメいや、ユータの方に俺が行く。ユータの方に俺が行く。やった、玉のリブラちゃんですよ、これ。イエーイ、首痛え。逃がした。逃げられた。ユータが立ち返しできないから俺が玉のリブラちゃんだ。うわあ、行け玉のリブラちゃん。
気づけ。え、どうやって行った？おいた、おいた、えぇ、どこどこ、あ、戻った、ユーマ戻った、ユーマさっきの、ユーマさっきの戻ったって、戻ったって、戻ったって、行け行け、うわぁ、無理だ、無理はやばい、お前ら体力な。二人の鬼たちに見つかりピンチを迎える逃走者、果たして逃げ切ることはできるのか。 OK、 いたー、いたー、おい捕まえろ、あーもう、もう走れない、あ消えた。お前第二ステージで走れないって終わりだろ。消えた、ユータそっち行った。え、メイン通りじゃないでしょ。ユーマ、ユーマ、ユーマ、あ、ユーマ、ユーマ、ユーマ、車の裏、ユーマ、車の裏、ユーマ、車の裏。援軍が到着し、逃走者は圧倒的不利な状況に、まさに絶体絶命。いやあっじゃあな。え、捕まってる。あ、ね、ミッション挑戦中だったんですか。残念、この村田が阻止してやりましたよ。チェンジャー、まだユーマかよ。そうだ、アムギリは毎回俺が捕まえてるな。よし、宝を渡すんだ。あ、そんなとこにいたのか。はい、ということで僕がアムギリ君を捕まえてやりましたよ。嬉しい。最悪だよ。お宝、お宝、あ、これです。はい、お宝をユーマに渡します。いただきます。いや、アムギリキラーですね、僕が。またやられた、ユーマに。基本的にアムギリ君はこのゲーム全部僕が捕まえようと思っています。くそ、早い、ウルト。はぁ、ってことで、僕がその装備に着替えていこうかな。はい、いただきます。お願いしよう。出そう、とりあえず。じゃあ、ほんでこのメインのとこまで車で入れるのいいの。いや、そうなの。今年その鬼の移り変わり激しくない？激しい、マジで。よっしゃ。毎回ここで降ろす人になるって。毎回ここで降ろす人になったらもう、はい、ということでさっきの感じでねって言って、その尺なくなるって。俺の俺も全くなくなるって、尺えぐいって。えぐいって、高速しりとりで一回負けただけだって。いや、お前カメラ回る前のじゃんけんで負けたから。うわ、あれか、そのじゃんけんが全ての始まりか。ゆうた、お願い、変わって。ゆうた、俺変われないよ。なんで？普通に、普通に。え、ちょ、1個言っていい？これぶっちゃけ、ここに乗ってて、いて、すぐこう出動する方が早い。え、俺とかが。いいんだ、運転で。でも運転はじゃんけんするとして。いや、ただしないよ。いや、やばい、ダメダメダメ。お前、権力が暴走しすぎてるわ。ゆうた。無理だって。なんでお前無理だって。無理だろ。おい、おい。はい、ということでね、私が逃げていくわけですけども、ちょっとやばそうですね。ほんで道が開けてる分、患者の死者によりも走らなきゃいけないみたいですね。で、結構走ってみたんだけど、俺マジで足遅いわ。なんかこのストロークがうまくいかない。もうなんかね、おじさんの走り方になっちゃってってな感じで、足は遅いんで隠れながら逃げていこうかなと思います。それじゃあ行ってきます。怖え。いや、もうどうせ短い命ならミッションやろうかな。やりますか。いや、やります、やります。やった方がいいです、こういうのは。日本でのミッションなんですけども、はい、難易度1から3があります。はい、選んでください。1でお願いします。いきます。難易度1のミッション、ハンチングマシーンで8000点以上を出せ。なに、 1で8000。俺8000出たことないよ多分。チャレンジは1回のみです。いいでしょう、受けて立ちます。タイミングは自由です。逃げてる間にやってもいいです。なるほどね、はい、いや、僕この逃げの間に1、2、3の難易度全部を制覇したいと思います。
任せてください。まず1個目だからもうすぐ行きます。行きましょう。じゃあパンチングマシン、果たしてこの選択は吉と出るか。お、ユーマミッションやりますだって。パンチングマシン殴りに来るんちゃう。早くね、もう逃げになった途端ミッションや。いや、早々になんか獲得したいんだろうね。鬼たちによって包囲されている。しかしそれに気づかず猛スピードで鬼たちの元へと向かう逃走者。あ、ユーマいた、ユーマいた、ユーマいた。おい、ユーマいる。おい、ちょ、おい、おい、タッチがしていけないぞ。おい、おい、おい、ほら、あっち行った、あっち行った。ユータ、車番任せていい？俺も出る。いや、ユータ任せて。ごめん、ごめん、俺も出るわ。ユータ、ごめん、あとありがとう。ごめん、あとありがとう。いや、ちょっと待って。俺はん？これどういう感じだ？これどういう感じ？俺めっちゃ、どういう感じ俺。鬼たちが車で悠長にパンチングマシンの前で待ち構えてやがった。どうやら、あの鬼から教えてもらったのか。ミッションがあそこにあると思って待ち伏せしているようだ。これミッション変えることできるか？できないです。なに？なるほど、じゃあ一旦ミッションを諦めるしかないようだな。キューがいる？そっち。いや、こっち今いない。いや、多分ね、もう俺だから追ってきてないと思ってゆっくりね、歩いてると思うのよ。俺左行った方がいいかな。ん？ん？誰？あ、いた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 。無理だ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 。ヒガ君どっち？教えて教えて。あ、戻った戻った戻ってった。パンチングマシンの方戻ってった。あ、ヒガ君いた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 。じゃあ俺にチャンスあり。逃走者は建物の陰に身を潜めた。どっち逃げてる、どっち逃げてる。ね、パンチングマシン側の裏路地。あ、マジ？この辺いるけど、とりあえず呼吸を整えたいと思う。息が整ったら先ほどの道に戻っていこうと思う。じゃあメイン通り出てきて、みんな。あ、オッケー、今メインの一本裏いるからメイン通り出るわ。俺も戻ってます。なんか俺できることある？大丈夫だよ。いや、あとすぐ拾えるようにさ、ずっと動いてて。おい、ゆうた、お前言っていいことと悪いことがあるうちのお前は言っちゃいけない方を言ったぞ。ユータに見つかってしまった。ユータに見つかってしまった。ちゃーはははは、雷を合わせに宿せ。ジグザグカットよっおい、みんなクリスマスのクリスマスの建物の裏声。ジグザグカット、ヤズマッポ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 ッ。ダック、いい、ナグパイディフェンス、ナグパイディフェンスです、です。はい、あ、走れない、走れないよ。裏裏裏裏、あのパンチングマシーンの裏、パンチングマシーンの裏だったら俺が動ける。任せろ。絶命のピンチを乗り切った逃走者。しかし彼が向かった先には別の鬼が待ち受ける。メンドリ出た、メンドリ出た、メンドリ出た。ヒューガ、ヒューガセブン、セブン、セブンイレブン、どのセブン？
動け足、動け、出てくる、出てくるよ、今出てきた。あ、来た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 けど、俺10分ダメだ。タッチ、最悪、最悪、あと1分俺。うわあと1分で捕まえれたのに。いや、ちょっと走りすぎた。いや、俺あと1分だったよ、だる。ということで、私はユータに捕まってしまいました。手追いのユータに捕まったってことは、もう俺は誰からも逃げられないことが確定した。けど今ので俺走りすぎたからもうダメよ。え、結構走れるじゃん。いや、だから長い間走れるよ、あのスピードで。なるほどなるほど。そこは体力だから。瞬発力はね、ないけど、このスピードでずっと走ってた。悔しいです。そしたら逃げの弾どうぞ。もう何回目これ今日。今回多いですね。今回ちょっと多いよ、鬼の移り変わり。ちょっとユータにはもうちょっと長く生き残ってほしいね。いや、俺ちょっと身を潜めるわ、しばらく。これも大変だわ、全員が。じゃあ着替えるか。はい、着替えましょう。よし、ということでユータ逃げます。やっていくぞ。もうちょっとこのランダ戦が過ぎるんで、今回の韓国編ちょっとスローペースに戻すために僕身を潜めます。これマジです。さっきから何回もこれ言ってるけど、今回マジです。ふらふらほっつき歩かないで、もうその辺に隠れます、マジで。だ、表のこのメインストリートはね、もうダメなんだよ、ずっといるから。みんなでこの辺からも気をつけなきゃいけないんだよな。うわ、ほらめっちゃいるんだけど。いたいた、友達がいたよ。こんばんは、お疲れ。何やってんだよお前ら。ヒューガ、一回逃げをやった方がいい。やばいね、俺もね、ここでやっとかないとやばいんだよ。いや、マジできつい。いや、ここやんなくてもいいぐらいだと思う。いや、さ、じゃないと俺また3回連続、まあ、今日で退場になる。そうだよね、明日いないみたいになるから。そっか。でもだから、結構やばい。いや、でもここ日焼けすぎてて永遠に終われるよ、マジできつい。しかも頑張って粘ってタッチしたとしても、その後の逃げがマジできつい。一回コンビニでさ、乗ろうか。いや、マジで俺もそれ話す。ついよ。乗ろうか、今。はい、です。よし、メインストリートを横切ることに成功しました。でね、次は多分こっちの裏路地にいるんだよな。分かってんだよ、もう。ちょっとこのホンデエリアの、この北側に行きたい。あのニューバランスのところの信号の奥、パフォーマンスストリートみたいなところがあるんですよ、ホンデには。そこを目指してね、とりあえず今歩いてますけど、今のところいいね。軽快なテンポで目的地へと歩を進める逃走者、果たして彼の運命はいかに。はい、ということでコンビニで買ってきました。イエーイ、ありがとう、あむぎり。はい、さすがにみんなペコパなんで、はい、みんな食べていきましょう。ありがとう。食べないと、あむぎり動けないですから。いただきます。いただきます。お願いします。お願いします。お願いします。あ、冷た、めっちゃ冷た。冷たすぎだろ。なんだこれ。あったかくないの。めっちゃ冷たい。グループ2に参加していきたいと思います。もうユータ逃げてんのかな。あ、ユータ逃げっていうグループに入りますね。これめっちゃうまい。マジでマジで。ちょっと辛くて。これやばい。冷たい。うまっ。うまっ。当たり。あ、一旦ダメだね、これ。辛すぎる。あ、辛いんだ。うん。ちょっと食べてみよう。うん。いける？あー！辛っ！お子ちゃま、あっちゃん。ちゃんちゃん。辛っ！辛い。貴様ら、飯食っとんな？だから、一回、こう体力つけて、さっと行こう。よしよ。一回体力つけて、さっと行こうじゃなくて、一回戻ってこい。ね、変われ。いや、この肉うまいからヤマトにちょっと食わしてやりたいな。いや、いいよ、その情みたいなの。食わしてやるか、これだけ。うん、行きましょう。じゃあ行こう。行きましょう。
じゃあ、あとどこいんのお前。俺はもうパンチングマシーンの前だよ。刻一刻とユータ逃げ惑ってるぞお前ら。来た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 、新エリア新エリア。よし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 、落ち着いてきたぞ。さっきのユーマとの戦いの傷が癒えてきたな。あ、なんかすっげえ静かな通りだな。一本外れたらこんな感じか。今すごいこの本勢のエリア内で安全な地区にいると思うんですけど、ここでどうだ、ちょっとミッション。いや、まだ早いな。まだちょっとね、こう試合をね鳴らしていきたいから。これもう試合今ドタバタしちゃってるでしょ。いや、そんな見てて忙しいから。マジうまいこれ。ほっ、うまくね。うまいべ。うまい。うまいんだよ。よっしゃ、もう向こう行ってんじゃん、ゆうた。向こうのステージやんね、本での。そうだね。一回出そう、車。行こう。投票でいいからさ、誰が運転すべきか決めない。決めよう。投票でいい。行くよ。一人一票。うん。せーの。で、いや、せーのは危ない。何が何が。せーのは危なすぎる。じゃあ、ヤマトか。俺。はい。おー。あ、じゃあ、バカ違うよ、俺の番の俺だ。なんで俺が俺に言えるんだよ。俺はお前カーマニアか。お前立候補したね。マセラティ運転できて嬉しいちゃうわ。いや、マセラけどもね。じゃあ、ヤマト君から。そうよ。じゃあ、いい。僕はアムギリ君に票を入れます。イエーイ。なるほど、じゃあその票を入れられたアムギリ君は。僕はヒューガ君に票を入れます。お前ふざけんなよ。お前どんだけ俺いつも運転ポジだと思ってんだよ。票、票を入れられたヒューガ君は。僕はアムギリ君に票を入れます。お前がそういうことするからな。お前自分が不利な立場になることを全然把握できてなかった。山田君、ユーマ君、ユーマ君、僕はアムギリ君に票を入れます。なんだそのフェイク。焦ったな。フェイクなのか病気なのかどうしたらいいか。ヒって言うべきだしね、フェイクなら。うわ、俺かよ。いや、でもあっちゃん、ちゃんと道見といて。運転結構捕まえられる可能性あるよ。あ、本当に。だってさっきユーマ俺捕まえられたもん、ぶっちゃけ。ガチ。だからこの耳にさ入ってくるから、パンチングマシンの裏とか言ってる時に行けたもん。じゃあ任せてよ、次は俺が運転するわ。もう捕まえる気がないってことだよ。いや、あるあるある。でもう一回捕まえてるしな、あっちゃん。いや、まあまだヒューガは今日は逃走者に慣れてないから。そう、俺はちょっと捕まえたい正直。これでここに乗ったらもう終わりやん、このステージ。俺だよ、まだ捕まえてないわけ。やっぱりやるべきだよ。俺はもう単体で行動します。やばやば、強調性ない。本当だから俺もう車乗せときたいんだよ。このガキ。だって俺がユータ捕まえて、俺が捕まんなかったらヒューガやばいっしょ。いや、俺だから今日でいなくなるよ。で、3ステージ連続だよね。だから今のこのホンデと次のステージの次のステージで俺が水色になれなかったら大会ってことでしょ。大会。大会。おかしい。で、罰金100万で帰ってくる。ね、もう本当ルール変だって。それお前鈍足なだけやんだって。マシ遅いやつは遊び来んなみたいな。えぐいって鬼ごっこするから遅いやつは帰れみたいな。マジで完全自然からこっち来てそれを強く感じるよね。え、だって本当足速くないと捕まえられないもん絶対。あ、そうなんだ。うん。でもヒューガ頑張って走ってたんだよ。いや、走ってたよね俺めっちゃ。俺がうまく。そう、巻かれたんだもん。あっちゃんに巻かれたんだ。そう、巻かれた。え、ぶっちゃけヒューが巻くの余裕？簡単だった。悲しすぎる。一旦落ち着いたね。これ完全に試合落ち着いたね。今俺のおかげで冷戦状態でしょ。え、これってさ、ちょっと質問なんですけど、あのミッションこれクリアして捕まったらその成功の報酬みたいな剥奪？剥奪です。そのまま逃げ切った場合次のステージにも持ち越し？剥奪？ステージごとで切り替わります。キモ。やるか、じゃあミッションなんて。リスクだけや。まあなんかそのクリアした瞬間に使えば結構いい報酬あるけどね。あ、ほんと。うん。じゃあやる？じゃあな、アブ。やーっと外出るぞ。じゃあアメリ転倒になるぞ。任せてください。じゃあさ、3範囲に分かれようぜ。鬼たちはエリアを3つに分担し、逃走者を捜索することに。俺は自分で動く。
こいつ今の真剣な会議にそのスタンスはキモいわ。俺は一人でも捕まえられるからな。キモいなあいつ。ヒューガ君、ま、焦ってる。ヒューガ君、ゆうた君、多分あっちに逃げた気がしますよ。ちょっとこれユーアマトにそう聞こえてるの尺だから一回見直しよう。よし、ヤマト向こう行ったんですけど、ユーマがギリギリまでまあ捕まったり捕まえられたりしてて、うん、情報的には向こうにいそうっていう感じなんで、うんうん、そう、あのね、行きましょう。戦ってた範囲が割とあっち側だったんで、うん、なるほどね。こっち側も来るの怖いもんね。そうそうそう、だから俺だったらあっちに逃げるなっていう。なるほどなるほど。あ、待って、ユータいたわ。あっちは、え、ユータいたわ。嘘じゃない。いや多分これめっちゃ徐々に近づけばいけるわ。これ今多分ヒューガユーマ聞こえてないでしょ。いや嘘だな。あ、これ嘘だな。嘘だな。これはやばいね。この嘘はやばいね。ヒューガユーマ聞こえてないな。多分一人でもう捕まえちゃおう。絶対嘘だね。絶対嘘ついてるわ。うわ、めっちゃキモいね。やっぱなんかね、分かるようになってきちゃったね。分かる分かる。ヤマトの嘘ついてる時に OS みたいな。いやマジ分かるよ。絶対にヤマトは見つけてないね。聞こえてるの知ってるもん。ヤマトバカじゃないから、俺らがミュートにしてるから聞こえないみたいな。ちょっと若干ね、演技っぽい声になるんだよね、うん、頭悪いんだよ。彼らの唯一の武器である勘が今日も冴え渡る。じゃあユータ初ミッション行くか。もう時間も時間だしな。やります。やりますか。ユータミッション挑戦します。本でのミッション。はい、難易度1から3があります。選んでください。え、その難易度によって報酬も違うってことだよね。難易度によって報酬違います。じゃあ難易度2で。難易度2のミッション。はい、10分以内にフルーツ飴を食べよう。無理だ、フルーツ飴は向こうだ。フルーツ飴向こうのメインストリートや。聞きたい意味ないやん。マジでこれ挑戦するかしないか今選べると思う。あ、いや、もうもう挑戦、もう挑戦。え、10分始まってる。いや、まだまだまだ。あの、それはユータのタイミングです。フルーツ飴は屋台に寄ってる可能性もあるから、こっちの通りに。いや、なかった気がすんねえな。行くか。だってもうこれ10分以内に食えなかったら失敗でしょ。失敗したら稼が。いけないって、せーの。でも行くぞ、準備いいね。じゃあ、行きますか。10分のアラーム、10分のタイムお願いします。はい、じゃあ行きます。ユータさんのミッション、スタート。なんかこの辺にあった気がしたんだけどな。いや、遠いて。あれ違う。フルーツ飴遠いて。お、ユータミッションやりますだって。何？うわ、ユータミッションやるって。ミッション？え、パンチングマシンちゃう。車気をつけないといけないんだよ。前方から歩いてくる二人の鬼に先に気づいた逃走者。どうすりゃいいんだこれ。やばい、積んだかもしれない。それそれで。逃走者は停車している車をうまく使い、捜査の目をかいくぐることに成功。あの二人を巻き巻きな。え、だからあれユーマとヒューガ、はい、あいつはずっと一緒にいるやん。信号長えな。渡った渡った渡った。あれどこだ。フルーツ飴ミッション残り5分です。やばいやばいやばい。いや、これフルーツ飴屋さん閉まってることない。開いてます。調査済みです。え、この奥だっけ。あ、これか。
ありました。あった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 。まあいちごもいいんだけど、どうせならなんか日本であんま食べたことないようなやつ食べたいな。でーん、いや食べるまでです。まあ2本買ってたんで1本食べたらもうクリアです。はい、あ、来ましたよ早速。あ、早い。カンサミだ、カンサミだ、やっと買いましたよ。カンサミだ、買いました、買いました。飴を買ったんで裏路地で食べるとこまでだ。食べます、食べます、いただきます。みかんとパイン、これ日本であんま見ないんで。みかん食べます。あ、うまー、やばい、うますぎる。これタンフールって言って韓国が本場ですからね、確か。金ちゃんマストよ。うめえ。うわ、これ何本でもいけるわ。あ、ゆうたさん完食。はい、1個完食しました。はい、ということで残り10秒でした。危なかったです。危な、危な、言えよ。カウントとかして言えよ。ないです、ミッションなんで。はい、はい、ということでミッションクリアです。はい、ありがとうございます。今回のミッション難易度2、成功時報酬は倍加減。ありがた迷惑。マジかよ。バイクってオートバイ、バイク券というのはですね、うちの裏方の龍馬がバイク運転してるので、うん、その後ろに乗って10分間逃げれます。勝ちやん。え、マジで。はい、え、呼んで呼んで、すぐ使います。果たしてこの成功報酬は逃走者にどんな展開をもたらすのか。うわ、ゆうたミッションクリアだ。え、待って、成功報酬使うって。あちゃ、いつの間に成功したんだ。おい、なんだこれ、これ成功してなんだ、ヤマト。いや、わかんない、あいつが難易度何に挑戦したのかにもよるけど。ヤマトは難易度なんで何手に入れたんだっけ。それは言えない。流れるような質問を。やばい、これ言うと絶対見つかんないって。おぉ、うぇーい。あー、リョマレイが運転します。俺ら向こう側全部見てきたけどいな、他見てきてよ。やめる、やめる。あ、じゃあ逆見よう、あっち見てこいよ。いや、あっちは、お前らあっちで見れてないとこあるかもしれないから、俺ら向こう見に行く。いや、俺らってなんだ、お前らいつも2で行動しやがって。1人じゃ無理だから、ユーマが。どういう別手やだ。で、ユーマがヒューガに今回はこれで回り道とかして全部場所だけ言ってヒューガに譲りますって言ってくれてる。さすがにあの足遅いやつ同盟としてかわいそうだったんで。で、俺がミッションクリアした時ミッション内容教えるからとかいろいろやってんの。足早いからお前このゲーム楽しいかもしんないけど、お前鈍足の状態でこのゲームに参加させられてる身にもなれよ。いや、でもその割にお前ら一番楽しい曲何って聞いたら、この大型企画って言うじゃねえかよ。だからなんで鈍足なのに楽しいんだよ。だから楽しんでんだ、ユーマとこうやってうまいこと。あ、ユータいた、ユータいた、ユータいた、いたいたいた。うわ、バイク乗ってる、バイク乗ってる、バイク乗ってる。どっちどっち、バイク乗ってる、どっち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 。え、バイク乗ってる。あ、ユータがバイク乗ってる。どこどこどこ、お前がどこにいる。ユータバイク乗ってる。あ、ユータ、アメギリちゃんと指示送れよ。お前、アメギリがどこにいる。左曲がったとこ、パンチングマシン。鬼たちは逃走者を目視することはできているが、かなり距離が離れている。果たして鬼たちはバイクに乗った逃走者に追いつくことができるのか。いたー、いけいけいけ、
ゆうたがバイク乗ってる、乗ってるわ。バイクえぐい、バイクえぐい、うれー、バイクえぐい。おお、ナイスラン、ナイスラン、ナイスラン。鬼は追跡者を追い越し、バイクに乗った逃走者に向かって全力疾走。やばい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 、追ってきた追ってきた。おい、これ待って、追い見ねえじゃねえかよ、なんだこの権利。いや、バイクはちょっときついな、やられたな、マジで。バイク追ってもこれは無理だぜ。おいおい、タッチ。なんだよこの権利。おい、無理がお前成功報酬だよお前。おい、着いたぞ。おい、クソじゃねえかよ。うわ、俺のおかげや。すごい、ヤマトやっぱ本当にすごいわ。信号待ちとかか。いや、ヤマト本当にすごいわ。ちょっとこれはリスペクト。それはすごい。バイクは諦めずにガンダーかっこいいわ。結構なミッションクリアしたんだろうな。やられたな。やられた。てか俺らマジでやばい。いや俺がやばい。マジで走ってなかった。俺がやばい。一歩走りでしたよ。バイクって聞こえた瞬間、うん、無理だと思って。いやもう本当に諦めモード入っちゃった。バイクは無理だ。確かに。でバイクって聞いて、あのガンダーはめちゃめちゃすごいよ。いや確かに人間としてパワーありすぎる。ありすぎる。お疲れー、ナイラー。はい、ありがとう、あっちゃん。よっしゃ、クリアしたぞ。いや、根性、パワーや。おお。はい、ということで捕まえました。いやー、おかしいよ。まあ、成功報酬のクオリティおかしいでしょ。何が何が。俺難易度2のミッションクリアしてバイク券もらって、なんで乗ってる時捕まってんの。もう意味わかんないって。やった意味ですや。え、でもさ、あっちゃんに見つかってなかったら多分ただの休憩時間だったでしょ。いや、てか見つかっても大丈夫みたいな権利じゃねえのかよ。何タッチされてんだよ普通。ほら、上言われてるぞ。いや、わかんねえよ。ほら、どうすんだお前ら。ゆうたさんに運がなかった、まあ、なんでだよ。 それは本当、使いどころ、使いどころ、使いどころ。完全 AT フィールドみたいにしとけや。そういう権利もあるかもしんねえや、バイク券以外に。だバイク券はそうしとけや。難易度2ですけど。難易度2って真ん中だったわ。いや、俺3があるからね。じゃあ5、難易度1から5の2とかじゃなくて1から3の2や。お前真ん中のレベルやってんねん俺。しかも結構俺緊迫な状況だったし。え、鬼2人巻いてるし。え、そうなの。そうだ。え、誰と誰。ユーマとヒューが。あいつらやっぱ見つけてたんだ。トラックの下にこう隠れてお前見過ごさせてんだから。あ、じゃあ何、あいつら気づいてないってこと。気づいてない。そう、すごい危険な思いしてクリアしたミッションの成功者これ。おかしいだろうが。はい、ありがとうございます。よっしゃ、負けしゃあない、着替えます。よし、じゃあ僕逃げます。はい、ということでね、ヤマトに捕まってしまいましたと。せっかくねミッションクリアしたのに、その成功報酬を使って捕まってしまうという謎な展開が生まれましたよと。まあしゃあないか。けどこのゲーム最後逃げで終わりたいんだよな。そしたら脱落を防げるんで、なんとかして残り時間もう一回ヤマト捕まえたいな。はい、ということで見事ユータ捕まえました。よし、あっちゃんが鬼チーム全員に教えてくれて、ユータがバイクに乗ってるっていうのが分かったんで、追うか追わないかすごい迷ったんですけど、一か八かちょっと追おうかなと。で追ったらたまたま運よく信号待ちでユータがストップしたんで、そこで行けましたと。やっぱり諦めない気持ち重要ですね、本当に。カッコつけとかじゃなくて、うちのあの汚いコンビ、汚いコンビのユーマヒューガっていうやつなんですね。僕と同じスタート地点にいたのにもかかわらず、バイクと聞いて走るのをやめていました。なのでやっぱりそこで、諦めずにこう走り出した僕のこのガッツガチというか根性ガチということで、残り時間もそんなないもんね。もういや、もうここはもう普通にミッションとかには挑戦せず、逃げ切って次のステージで、500万円狙いたいと思います。果たしてこのステージを逃げ切ることはできるのか。残り何分ですか。残りが、15分です。 OK、 よし、まあ、15分だったら普通に走力でいけるでしょうと。まあ、なんといっても去年の年末は僕逃走中でラスト3分ぐらいまで逃げてますからね。本場のハンターたちをまくっていう行為を、まあ、何回かしたことがあるんで、まあ、余裕ですよと。
まあ今回ユータがいないからな、変に挟み撃ちとかされない限りは、僕が1万500万に近いんじゃないかなと思います。あっちゃんが今車に乗ってるっていうことは、俺からして、まあ、あの3人の中だって一番怖いのはあっちゃんだ、うん、あっちゃんがいないのもイージーすぎるし、ヒューがユーマでしょ、イージーすぎる。走っていいですか。はい。再び因縁の相手に遭遇。え、見つけた。うん。何？いやでもね、俺はね、もう無理なんだ、運転してるから。俺も立ち返し無理だから、それは追跡してる。不毛すぎる。あ、電話出ろや。電話出ろ。オッケーオッケー。おー、やばい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 。いくんじゃない？9068。おー、えぐいえぐいえぐい。いや、腰痛い。あ、グループ2始まった。これ逃げ始めたんちゃう。あ、来てる。俺はパンチ3分ぐらいやってない。逃げ始まってる。やばい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 。もしもし。あ、ヒューガ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 。今ね、大通りのとこ、大通りのとこ。俺今パンチングマシンでユーマとさ、いるんだけど。あ、俺のさ、射撃場の方、俺が捕まった。そっちに今ヤマト走ってる。行け行け。自らは捕まえることができないため、逃走者を追跡し、仲間たちに居場所を知らせ続ける鬼。え、大通り、え、走ってんの？マジで行けんじゃんこれ。ああ、動け、俺の足。いやいや、足が動かない。そっちの方来てない？痛い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 。ね、ノルディ、ノルディ、はい、おいおい、ノルディどこ、ノルディどこ、ニューバランスの方向かって、ニューバランスの方向かって、ニューバランスどこ、ニューバランスどこ、ユーマ、俺わかんない。でかい交差点、あ、ほら、今そのメインの通り、あ、メインの通りですれ違うぞ。メイン、メイン、メイン、え、パンチングマシンの通り、うん、に行った今。うわ、見失った、畜生が。ホークアイ、アルティメットアイ。いた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 、いた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 。あいつめっちゃ移動してる。次はあの パンチングマシンの裏側。え、パンチングマシンの裏、こっち、うわ、こっちか、なるほど。え、オルテータが戦ったとこ、オルテータが戦ったとこ、オッケー。裏裏裏裏、おい、急げ急げて。あ、で、メイン通りの方、メイン通りにいて今。いるいる、今パンチングマシンにいます。今また見失った。ちょっとパンチングマシン側の裏側。オッケー。オッケーオッケー。ちょっとその裏らへんいろいろ見てみます。うわー、もう今んとこ気配はないけど、あ、ユーマがいた。あ、ヒューがいた。ヒューがいた。やばい。ちょ、もう走りすぎてダメだ。完全見失ってる。やばい。これ俺がマジで今日生き残れない可能性出てきた。やばいです、これはマジでやばい。シュガ脱落の感想出てきた。絶対俺違うとこ歩いてるわ。あと何分、はい、ということで残り1分です。よし、最後無駄に走らせて体力奪う。やばい、マジもう想像つかない、あいつが俺の目の前に現れる姿が。どうせ裏なんだろうけどね。いやけどあいつさ、結構何、挑戦的な人間だからさ、最後なんかパンチングマシンあたりにこう残り2分とか出てきそうな気もしなくもないんだよ。見せプ体質だからね。いや、そう、見せプしに来る気がすんだよな。
10 9 8 4 3 2 1タイムよしいたいた、やっぱ見せるシーンした、見せるシーンした、ね、気づいてないふりするから来て、気づいてないふりするから来て、気づいてないふりするわ、気づいてないふりしてる今俺。ゆうた戻ってきて、後ろ見て、俺が今後ろ向けてるから、来てる、あ、いた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 、どう9かな、あ、ちょっとあ、来てる、真後ろ真後ろ真後ろ、うん、来た、横横横横横横終わってます。え？ノーリップの通知来てました。俺もユータも向こうだ。危ねえ。予想通りだったね。予想通り。やっぱ本当ヤマトだったらさ、ラスト1分とかでここに見せっぷしに来るからっていう話してて、まさにそうです。で、すごくない？すごい。ドンピシャだもん。でパンチングマシーンのところに背向けながら待つわって言ってた。だって俺このカメラにラスト1分でやった時、あの体力奪いにあのメインストリート行きます。本ではヤマトが、逃げ切ったので、次のステージはヤマトかなということで。あれは？あ、向きっていう運転してた。ずっと外回りしてた。やばい、エンプティーランプだ、エンプティーランプだって言ってた。ガソリンない、ガソリンない。まあじゃあとりあえず別々次のステージ向かいますか。はい、向かいましょう。じゃあ。おい、聞け、グミンども。最強の権利を得た。いた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 い